フレデリック・レートンによるアンティゴネーアンティゴネーは、ギリシア神話に登場する定媒の王女。長母院を省略してアンティゴネとも表記される。父は、オイディプース、母はその日で、母親のイオカステイ父、オイディプースが、自分の出生の秘密を知って、目をつぶした後、イオカステーの兄弟、クレオオンに追放されると、妹イスメーネーと共に父に付き添って、 諸国を放浪した。父の死後、定売に戻ったが、兄の一人、ポリュネーケースは、隣国の助けを借りて、定売の王位を取り戻すべく、定売に攻め寄せてくる。しかし、戦い虚しく、定売の七つの門に攻め寄せた軍はことごとく、打ち破られ、ポリュネーケースは、兄弟エテオクレースと会い、打ちで戦死。クレオーンは、反逆者である彼の束を葬ることを禁じるが、 アンティゴネーは自ら縄文を出て、市民たちの見ている前でその顔を見せて、兄の死骸に砂をかけ、埋葬の代わりとした。そのため彼女は、クレオーンによって捕らえられ、地下の墓地に行きながら葬られる。アンティゴネーはそこで自害し、その婚約者であったクレオーンの息子、ハイモーンも、また、彼女を追って自陣した。また、エウリピデースの散逸した悲劇作品では、 クレオーンは、ハイモーンに、アンティゴネーの殺害を命じるが、彼は彼女を田舎にかくまい、マイオーンという名の子供が生まれる。成長したマイオーンが競技に出場した際、二人の子で、あると見破られて、クレオーンに死刑を宣告されるが、ディオニューソスの介入によって許される。さらに、紀元前4世紀頃、ポリュネーケースの妻、アルゲーアーがアンティゴネーを助け、夫の遺体を、 エテオクレースの装備に入れたところ、煙が二つに分かれた、という神話が作られた。アンティゴネーは、ギリシア悲劇の題材とされ、ソポクレース、アンティゴネーが、最も著名。アンティゴネーの悲劇は、兄への弔意という肉親の女王及び人間を、埋葬するという人倫的執属と神への、宗教的義務と、人工的な法律の対立から来るものである。哲学者ヘーゲルは、 精神の現象学の人臨の章にて、アンティゴネを人間意識の客観的段階の一つで、ある人臨の象徴として分析している。20世紀後半に、ジョージスタイナーは、大著、アンティゴネの変貌で、ヨーロッパ文化の規定をなす存在として論じている。二十世紀、フランス文学において、劇作家、ジャンアムイが、クレオーヌを、主人公として、擬曲、アンティゴーヌを、 詩人ジャン国クが、擬曲、アンティゴネ・ソポクレスからの本案を上司している。また、ドイツ文学では、劇作家、ベルトルト・ブレヒトが舞台を、ナチス時代のドイツに変えた、ソポクレスのアンティゴネを発表している。ありがとうございます。